まあやっぱりアシッドシンセってすごいシンプルなんですけど楽しいし、ついつい遊んじゃいますよね。今回はアシッドベース音源ガジェットのシカゴを使っていこうと思います。でシカゴはエレクトロニックミュージックでは定番のこのアシッドベースサウンドの専用ガジェットになります。でシカゴの場合はもうアルペジエーターがこのパネルに出てるんで、そのまんまアルペジエーターを使うことができます。で他のガジェットと同様にスケール機能とアルペジエーターを個別で使うこともできます。でモノフォニックなんでコード機能はついてないですね。じゃあプログラムを初期化してサウンドの解説をしていきます。でまずオシレーターなんですけど、このウェーブノコギリ波から矩形波に可変して使うことができます。でグライドは音程の変化を遅らせて演奏にうねりを加える機能です。で、音量の変化のカーブをコントロールするエンベロープ。で、エンベロープを使うにはアンプリファイヤーのスイッチをエンベロープにします。アタックでノートオンしてから音が立ち上がるまでの時間をコントロールします。で、ディケイでアタックタイムの後の音の減衰をコントロールします。で、サスティーンはディケイの後の音量をコントロールします。で、リリースはノートオフ、キーボードから手を離した後の音の余韻をコントロールします。で、スイッチをゲートにするとノートオンしてる間だけ音が鳴ります。で、レベルで音量をコントロールします。で、アルペジエーターは3つのモードがあって、アップダウン、アップダウン使うことができます。で、レンジでオクターブレンジをコントロールします。で、スピードでアルペジエーターのスピードとふわりをコントロールします。で、このシカゴはこのガジェットのアルペジエーターの機能も使えるんで、アルペジエーターオフにしてもアルペジエーターを使うことができます。まあこっちの方がパターンとか多いですよね。で、フィルターで音の明るさをコントロールします。で、ピークはいわゆるレゾナンスで、周波数のピークを持ち上げて音に癖をつけます。で、エンベロープはフィルターがエンベロープにかかる深さをコントロールします。
で、バイトはフィルターを歪ませます。で、これ GNOW って読むんですかね。で、このつまみはフィルターのインプットに独特の周波数変化を与えて、サウンドはさらに攻撃的な感じになります。まあ、通常のこのノコギリ波とかからするとかなり過激なサウンドになりますよね。で、エフェクトで各エフェクトを使うことができます。これエフェクトとかうまく使うとアシッドサウンドの域を超えたなんか面白いサウンドができそうですよね。じゃあちょっとこれシーケンス録音してみましょう。とりあえず4小節に設定します。で、これシカゴのアルペジエーターだとシーケンス2の音が録音されないみたいなんで、ガジェットの方のアルペジエーターの機能を使います。じゃあちょっとドラムマシンのロンドンを足してみます。ロンドンのテクノのパターンを入力します。まあやっぱりアシッドシンセってすごいシンプルなんですけど楽しいし、ついつい遊んじゃいますよね。で、もちろんオートメーションで記録することも可能です。こうやって録音を開始してパラメータ適当にいじってリアルタイムに記録することも可能なんで、結構面白いシーケンスがすぐに作ることができます。まあこんな感じですごい簡単に誰でもアシッドサウンドが楽しめるんで、ぜひいろいろ遊んでみてください。